アスペンはアメリカ合衆国コロラド州西部ロッキー山中に位置する都市。同州ピトキン郡の郡庁所在地である。人口は6658人。19世紀後期に銀行産の町として創設され発展したが1893年の強行の影響で銀の生産量は激減、町はさびれていった。しかし世紀中盤に入ると、 この地の良質な雪質を生かしたスキーリゾートとして生まれ変わった。20世紀後半に入ると富裕層や芸能人などがアスペンに住居や別荘を構えるようになり、通りには高級ブランドのブティックが立ち並ぶ高級リゾート地となっていった。この地に住んだ著名人の中でもカントリーカシュジョン・デンバーはコロラド州の州下となっているロッキーマウンテンハイをはじめ、 アスペンを題材とした楽曲を数多く発表した。アスペンの銀行さん、1898年1879年、ユート族のネイティブアメリカンの放棄に遭い、当時のコロラド州知事フレデリック・ピトキンの要請を無視して大陸分水嶺を渡って引き返した甲府たちは、この地にユート式という小さなコミュニティを創設した。 翌1880年には、ユートシティの名はこの周辺に深い山ならしの森があったことにちなみ、英語で山ならしを意味するアスペンに改められた。1881年4月1日には、アスペンは正式な市になった。1890年に、銀購入法が施行されると、連邦政府による銀の購入が、それまでの2倍に増加し、市の人口は5000人を超えた。 ピーク時の1891から92年にかけては、アスペンは銀の生産量でレッドビルを抜き、全米最大の銀行生産地となった。1893年には、アスペンには銀行、病院、劇場2つ、オペラハウスが揃い、伝統も建てられていた。しかし、銀行の街としての繁栄は長くは続かなかった。 1893年に始まった強行を受けて、当時の大統領グロバー・クリーブランドは、臨時の連邦議会を召集し、銀行入法を撤回した。その影響で、数週間も経たないうちに、アスペンの銀行さんの多くが閉山に追い込まれ、何千人もの交付が失業した。銀を通貨として認める発議が出され、人民党はこれを重要議案の一つとして取り上げた。また、 アスペンの地元新聞記者で世論関記者でもあった人民党系のデイビッド・ハンソン・ウェイトはコロラド州知事に就任した。しかし、この発言は可決されなかった。その後も細々と銀行席の採掘は続けられたが、給与はカットされ、生産量は減り、町は錆びれていった。1930年の国勢調査時には、市の人口は705人にまで減っていた。 夏のアスペン市内の通り、2010年8月しかし、銀行さんの街としての地位を失ったアスペンに残った古い商業用の建物や住居、そして良質の雪がアスペン再生への鍵となった。1930年代に入ると、アスペンをスキーリゾートとして再生させる案が持ち上がった。しかし、第二次世界大戦の勃発によって、最初の計画は中断された。 終戦後、1946年にアスペンスキーイングコーポレーションが創設されると、アスペンはたちまちリゾート地として知られるようになり、1950年には FIS 世界選手権の開催地となった。1949年にはアスペン音楽祭、学校も始まり、文化の中心地としての発展も始まった。その後1958年にワターミルクスキー場と、 アスペンハイランズスキー場が1969年にスノーマススキー場が完成するとアスペンはさらにスキーリゾートとしての発展を遂げた。1970年代以降アスペンは富裕層の住居や別荘が立ち並ぶ高級リゾート地に成長し通りにはグッチ、プラダ、フェンディといった高級ブランドのブティックも軒を連ねるようになった。不動産価格は高騰し、 カオケやコンドミニアムの平均価格は100万ドルを超えている。しかしその一方で、あまりにも不動産価格が高いため、昔からアスペンに住んでいた低所得、中所得者層はアスペン市内に住めなくなり、近隣の町に移住し、アスペンに通勤することを余儀なくされるようになった。アスペンは北緯39度11分32秒、整形106度49分28秒に、 一致している市は、ロッキー山中、コロラド川の支流の一つであるロワリングフォーク川の、峡谷に位置し、北のレッドマウンテン、東のスマックラーマウンテン、および南のアスペンマウンテンと、三方を山に囲まれている。州都デンバーからは、南南西へ、直線距離で、約180キロメートルである。市中心部の標高は2405メートルである。 アメリカが州国国政調査局によると、アスペン市は総面積9.1平方キロメートルで、全域が陸地である。アスペンの気候は、高山性で、気温の年角差と日較差が共に大きい。平均気温だけを見ると、冷量な夏と、寒さの厳しい冬に特徴づけられる、亜寒帯性の気候と言えるが、夏の日中は、摂氏30度に達することこそ稀ではあるものの、 最高気温の平均は25度を超え、平地よりは涼しいものの、冷涼とまでは言えない。しかし、夏でも夜になると冷え込み、摂氏10度を下回る。冬は氷点下に下がるのが常で、特に夜は平均でも氷点下10度を下回る。降水量は1年を通じて多くはないが、冬季には月間40から70センチメートル程度の降雪が見られる。 オリジナルの欠片の気候区分では、高山気候を区別しないため、計算上は亜寒帯湿潤気候に当てはまることになる。アスペン・ピトキン・カウンティ空港はスペンの玄関口となる空港は、市の中心部から北西へ約 5.5km に立地するアスペン・ピトキン・カウンティ空港である。この空港には、ユナイテッド・航空がデンバーからの便を通年運航しているほか、 同社によるシカゴ・オア、ヒューストン・インター・コンチネンタル、ロサンゼルス、サンフランシスコの各空港から、またデルタ航空によるソルトレークシティからの季節運航便も就航している。アスペンを通る唯一の都市間道路はコロラド州道82号線である。市街地はこの州道82号線に沿って広がっている。周回高速道路 I-72 は、 約 65km 北西のグレンウッドスプリングス下で接続している。当期にはアスペン伊東は閉鎖され、アスペンに通ずる道は、修道82号線のグレンウッドスプリングス方面のみとなる。このため、直線距離では、約 180km のデンバーからは、I-70 と修道82号線を経由して、約 320km と2倍に近い道のりになり、 車で約3時間半を要する。アスペンにおける公共交通はロアリングフォーク交通局の運営する路線バスによってまかなわれている。ロフタのバスはアスペン市内や隣接するスノーマスビレッジのみならず、修道82号線沿いの都市、町村を経由し、グレムウッドスプリングスをもカバーしている。アスペン市内及びスノーマスビレッジの範囲内では無料で、 その範囲を超えると有料となる。以下に、アスペン市における1890年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。アスペンは以下7都市と姉妹都市提携を結んでいる。そのいずれもが、冬のリゾート地として、著名な都市、町村である。ありがとうございます。